しかして夢を見てたの。今までの自分のボーカルスタイルとはちょっと違うものがなんか出せたような感じがして、キーが違うことでもっと落ち着いててレイドバックしたような声にこうキーがさせてくるというか、このキーはね本当普段のセロを聴き慣れてる人には、低いと思うかもしれないけども、うん、とても良かったね。まあなんか自分がこれまであんまり考えてなかった部分が引き出されたっていうか、そのセロというバンドの音楽性みたいなことに関しての評価はいろいろ見てるんだけども、高木さんのボーカルっていうのはね、僕はすごくいいと思っていたの。だけどやっぱりそのサウンドを中心に作っていると思うんですね、セロの作品は。でもちろん そこが面白いんだけれども、ボーカリストの部分を抽出しても一定の世界があって、それに関しては僕は魅力的だと思っていたので、その高木さんのね魅力をねフィーチャーできるような曲を書いて歌ってほしいなって思ったのが、今回参加を打診した理由ですね。ああいうこうどんどんドライブ感が増していくようなトラックの中で歌うので、僕がつけた歌詞もすごい物語性の強いものだったので、まあそれを聞き落とされないように言葉も強く落としていくっていう感じの歌い方に、まあ、結果になります。